こんにちは、ビーチ&トリップです。タイ・バンコク一人旅、ゴールデンウィーク明けの5月、タイの初期にあたる1年で最も暑い時期のタイ・バンコクの旅です。日中は暑すぎて夕方からの外出、電車に乗ったり公園を歩いたり、美味しいフルーツにチャイナタウン、プロンポン駅周辺を散策したり、迫力のあるウォーターショー、巨大スーパーに行ってみたり、BTS の電車の旅をしたり、そんな12日間の旅です。2日目、プロンポン駅直結のショッピングモールエンポリアム、麻生区駅からすぐのターミナル21を散策します。
Of dancing around it, closed my door. See you.